大須価格調査隊です。万象寺通りにあります生鮮食品館佐野屋からお伝えします。今日も永田さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、このシャインマスカットに桃、梨、イチジクの価格を見ていきたいと思います。この時期の果物、心躍りますよね。そうですね。では価格です。こちら、ほら、全体的に仕入れ価格、先週と比べると安くなっているんですが、まずはシャインマスカット200円も安くなっているんですね。そうですね。あの、お盆の需要も一段落しまして、まあ、それに伴って価格の方も下がってきております。やっぱりお盆の時期というのは贈り物で持って行ったりする方がいらっしゃるので、ちょっと需要が多くて高くなりがちで、それが落ち着いて安くなったということですね。そうですね。この先はどうなりそうです？あの、路地の方も出てきておりますので、まあ、今しばらくこの、まあ、もう少しお安い状態が続くのかなというふうに思いますね。さらに下がってくると。はい。そして桃も50円安くなっていますが、これ見てください、立派な大きな桃ですね。両手で持ったら、ね、大きさ分かりますね。今年の桃はどうですか？あの大ぶりのものが多いと思いますね。それは天候の影響などですか？そうですね。うーん、桃の方も安くなっている理由というのは、こちらも、お盆の需要の、まあ、関係もありまして、価格の方も、それに伴って下がってきておりますね。そして梨、こちらも先週と比べて100円安くなっていますけれども、これもやっぱりお盆明けだからですか？そうですね。あと、北陸の方の、梨も入ってきておりますので、まあ、量も多くなってきておりますので、価格の方も下がってきております。なるほど。梨、先週までは愛知県産のものだったのが、ちょうど産地リレーもうまくいって、より価格がお求めやすくなったということですね。そうですね。さらにイチジクなんですが、イチジクというのはあんまりお盆影響しないんでしょうか？そうですね。まあ、雨の影響はかなり受けるんですけれども、まあ、お盆に関してはそこまでの影響はないですね。あ、なるほど。イチジクの価格変動はどちらかというと天気、雨ということなんですね。そうですね。この先イチジクはどうなっていきそうですか？やはり急な雨っていうところで心配はあるんですけれども、今しばらくは求めやすい価格で販売されると思います。なるほど。これから台風シーズンにもなりますから、そのあたりの天候だけちょっと一軸心配ですね。そうですね。ちなみに私の一番好きな果物は一軸でございます。そうだったんだ。プチプチずっと言ってた情報でした、はい、お二人あまり興味なさそうですけど、いやいや、そんなことない。プチ情報をお送りしました。